どういうこと？FM ギノワンのラジオを聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラ城のお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、メンヘラのための番組と銘打ってはおりますが、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん。はい、メンヘラ103@gmail.com ローマ字でメンヘラ数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、本日メンヘラ城第103回の収録放送となっております。はい、ありがとうございます。皆さん、はい、ありがとうございます。はい、はい、夏実さんも、ツイキャスのやってますけれどもペーターさんからコメント来てます。トントントーンって。はい、トントントーン、どうもこんばんは。トントントーン、こんばんは。ドン。はい、現状ね、台風14号が迫ってきている収録日となっておりますが、明日ねちょっと直撃しそうということで、うん、なんか幸いと言っていいのかな、一応暴風域が、大きい台風ではあるらしいんだけど、暴風域を伴っていないということで、へー、はい、おそらく暴風警報は発令されないであろうという、形ではあるそうなんですけれども、うーん、まあでもそれでもね、やっぱり雨風は強くなるかもしれない。の状態よりも強い一日になるかと思いますので、うん、はい、うん、ぜひぜひというか、まあね、これを放送されてる頃にはもう当然、台風は抜けてるんだけれども、はい、でも9月になってからね、台風が立て続けに発生してて、沖縄の海上でね、南海上って言ったらいいのかな、うんうん、10月ぐらいまではね、おそらく海水温も今年は結構高い状況が続いてるからね、うん、まあ、うん、ラニーニャ現象って言ってね、ラニーニャ現象、うん、エルニーニョとはまた違うんだけれども、美味しそう。このラニーニャ現象というのがあると、うん、夏は暑くて冬は寒いと言われてるそうで、うん、今年の冬はなんか寒くなるっていう、気象予報士さんが結構いらっしゃってね、うん、そうなんだ。はい、夏実さん の、大好きな寒い季節、寒い冬、はい、が今年はやってくるんじゃないかと言われておりますけれども、はい、うん、またそうなってくるとね、内地の方は大雪で大変になってくるとは思うんだけれども、はい、はい、まあちょっと暑い日はまだ続いておりますが、はい、はい、メンヘラ状況も元気にやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしく。メンヘラトーク。はい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 、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもツイキャスもどんどんお待ちしております。皆様よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。あ、来てますよ、ツイキャスが。はい、メッセージ、はい、読んでいいですか。はい、ペーターさん。はい、ペーターさん。夏みんな現象って夏みんな現象っていうのはラニーニャね、ラニーニャ。夏みんな現象はあれよ、夏は半ズボン、冬も半ズボン普通に小学生やんけ小学生男子やんけそれ。ロアさんです。こんばんは。あ、ロアさん久しぶり、こんばんは。お薬飲む前に聞けーっていうことです。聞け、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんどんどん参加お持ちしております。はい、よろしくお願いします。ではテーマお願いします。はい、では本日のメンヘラトークテーマ発表させていただきたいと思います。はい、ちょっとね、告知というかが遅れたんであれなんですけれども、うん、はい、本日のテーマは落とし物、拾い物。おお、はい、というわけで、つい先日ですね、健太さんちょっとスマホを落としまして。スマホを落としたんですか。はい、夏実さんがねちょっと体調が悪くて、今日は実家でお母さんとちょっと
おしゃべりしながらお休みちょっと泊まろうかなっていう日があって、あ、じゃあお家まで送るわっつって実家までね、ご実家同じ宜野湾市内にあるんですけれども、はい、連れて行ったわけですよ、うん、そしたらね、夏美さんを降ろして、スマホをね、あの車のなんていうの、Bluetooth とつなげてちょっと音楽聴こうかなと思ったら、カバンに入ってない、ポケットにも入ってない、はい、車の中にも落ちていない、うん、あれってなって、もう嫌ね、そんなの嫌、嘘でしょみたいな。俺スマホ結構ね、職場のね、出勤退勤とかも今月からスマホでねやるようになってるし、当然なんていうのかな、業務連絡のやり取りとかもね、LINE でやり取りもさしてるから、そうだな、これちょっと厄介だぞと、うんうん、だからめっちゃ焦ってね、その前に立ち寄ったところ行ってね、ないですかないですかしたけど、1軒目ない、2軒目もない、3軒目でようやく見つかって、もう超ホッとしたよね。もうそんなハラハラ嫌よ、でもねこれね、日本だからさ、こうやってちゃんと自分の手元に返ってくることがあるらしくて、もう海外でそういう落とし物とかしてたらさ、戻ってこないっていうのが通説らしいんで、日本に生まれてよかったよね、本当ね、よかったね、はい、届いてたの、ね、ちゃんとお店の方が預かってくれてて、保管しててくれたんだ、はい、ありますよっつって、あ、何色の携帯ですかって言って、なんとか手元にスマホが戻ってきて、今日も無事出勤をアプリから押せたんですけれども、収録にも臨めます、はい。なのでこういったね、落とし物、例えばこれまでのね人生の中で財布を落としたとかさ、ちょっと冷や汗をかいてしまうような落とし物をしたことがあるか、あるいはね、なんかこんなもの拾っちゃったんだけどどうしたらいいのみたいな、例えば、最近友達か知り合いから聞いたのは、なんかクオカードがいっぱい入ったクリアファイルを拾ったみたいな、なんでクオカードをクリアファイルに入れとんねんっていうところなんだけど、その方はねちょっと拝借して使ったって言ってたんだけどさそう、だからどういったなんか珍しい拾い物というかね、したこともあるよっていうことがあれば、ぜひお聞かせ願えたらなということで、落とし物、拾い物というテーマで今回やらせていただきたいと思います。はい、はい、ちなみに夏美さんは最近、最近というか、なんか印象に残ってる、そういった落とし物をした、あるいはこういうの拾ったことあるよみたいなのあります？夏美は、長女なんで基本しっかりしてるって前々から言ってるんですけど、ちょっとそこら辺は議論が必要になってくるかもしれないですけど、長女なんで、はい、基本しっかりしてるんですけど、たまにやらかしてしまう時があるんですね、その時にやっぱり、一番ヒヤッとしたのは、財布かな、財布はね、財布をね、洋服屋さんでね、私はセカストユーザーなんですけど、セカストがめっちゃ、セカンドストリートがめちゃくちゃ好きで、セカストでね、こう自分のね、お腹にベルトを巻いて、ベルトを選んでたんですね、その時に手に持ってた財布をベルトの棚の上にポンって置いて、ベルトをよっしゃこれでもないあれでもないみたいな、選んでて、結局ベルト買わずに店を出て、はぁーって、財布がないって、財布がないって、あ、どうだったのその時、すぐ取りに戻るよね、すぐ取りに戻って、もうそこに行くまでの間スローモーションよね。どういうこと？あるのかないのかっていう、もうドキドキ感で。そう。あらら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 。分からん、どういうこと？学校へ行こうで流れて。カーペンターズやんけ。カーペンターズよく分かったね。それでスローモーションで景色が流れて、ベルトの上の棚にありましたよ普通に。はいはいはい。だからそういうのもね、だから海外だったら。見つけられたらもうすぐもうポッて取られちゃったかもしれない、また財布なくしたらやっぱり面倒くさいのが、みんなね財布の中にカードやらカードやら免許証やら、ね、入ってるじゃん、一気に全部なんか銀行に連絡してちょっとストップしてもらって、免許証は更新しなきゃいけない
お腹が鳴ったあの人の名刺大切にしてたものとかさ結構入ってるじゃん。そうそうそう、大切なもの、うん、入れとるね、うん、お金以外にもさ、うん、だからちょっと厄介よね財布はね。落としたりしたら財布ちょっとほんとヒヤリヒヤリするね、うん、でもなくす人結構もうそれこそ財布僕のねさっき説明したスマホとかはね、うん、やっぱり重要なもの今だったらお財布携帯とかをさスマホで決済したりするじゃん、うん、する、うん、だからもうなくせないよね簡単にね。そうだよ、うん、あとさ車から降りるときさ、うん、降りるときさ、はい、ケンタさんいつもスマホ落とすのよ地面に。そうそうそう、それもさちょっとかわいそうよスマホが、あれスマホバッキバキになってんだよね今ね。そうバキバキになっちゃって、うん、そろそろ機種変してちょっと新しくしないとなと思ってるところではあるんですけどね。そう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 、うんうん、皆さんなんかありましたツイキャスでコメントお願いしますね。ロアさん、はい、今月頭に無事に引っ越ししました。おおめでとう。お疲れ様、引っ越し大変だったでしょ。引っ越し大変だよ ね、 引っ越しはね。いいないいな、うん、引っ越したいな、夏美も引っ越したいな、うん、いいね。沖縄大好きさんもこんばんは、とことこってきました。あ、はい、今日は落とし物拾い物で、お話してます。沖縄大好きさん、そういえばあれどうだった、兄様さ、サマソニん兄様、兄様、兄様、うん、ちゃんと行けたかな。どうだった、台風と行けたでしょ、ね、それこそ13号だっけ、その時は13号だったっけ。あ、うん、今が今来てるのが多分14号だから、あ、10号の時だったっけ、忘れたけど、もうちょっと前じゃない。あ、うん、兄様めっちゃ最高でした、なんとか無事に行けましたって。よかったね、行けたかなって。台風10号の時だって、うんうんうん、よかったね、本当に最高だろうな。俺も生きてるうちに一回は兄様ちょっと参戦したいなと思ってた。夏美は家でノリと唱えてましたよそうそうそう、約束したからね。あえで、あ、来てますよ、落とし物拾い物の、はいはい、沖縄大好きさん、はい、道端にあった千円札を交番に届けたことある、うん、専門学生時代。あら、しっかりしてる。俺だったら多分千円か、ないないしてるな。千円か、うん、微妙な線だな、うん、で、ロアさん、はい、私は家の鍵を落としたことがありますって。鍵もちょっとゾッとするよね。鍵もゾッとする、うんうん、鍵もちょっとドキドキしちゃ う、 そ, う, そ, うそれで、俺なんかさ、会社の鍵とかもさ一緒に、うん、してたりするから。そうねそうね、ケントさんはそうね。これ多分相当焦るな、うん、焦っちゃうね。ペーターさんがノリトってそうそう、ノリト夏美さんはあげるんですよ。あのあれです、あの ラートム、ラートム、なんかちょっと違うけどね、はい、で沖縄大好きさん、はい、まあ、お祈りの言葉みたいなことです、ノリトは。あ、そうですね、祝いの言葉、はい、ありがとうございます、うん、沖縄大好きさん、はい、ギリギリまで公式から発表がなかったから、兄様の話か、うん、はいはい、どうなるかと思いましたが行けました。夏美さん、ノリとありがとうございますよかった、ね、ちなみに明日水曜日僕は収録ですって。あ、収録も頑張ってね。明日台風だよ。でも明日台風ってよ、一応、まあ、台風大丈夫かな。暴風警報は発令されないでしょうという見立てではあるんですけど、見立てではあるけど、まあ、うん、まあ、気をつけてね。そうそう、風はねどうしても強いはずですから、うん、うんうんうん、うん、あの金目のもので言うとね、うん、俺も一回だけ結構いいもん拾ったことあって、あ、うん、うん、金目のものって言い方、はい、お札とかさ、そういった、うん、もうちゃんとした現金ではないんだけど、うんうんうん、おばあちゃん家の帰りかな、おばあちゃん家にちょっと挨拶というか、うん、久しぶりに顔見せようと思って顔見せに行って、うん、バイクで行って、うん、で駐車場に停めて、駐車場から歩いておばあちゃん家行って、おばあちゃん家の帰りに、うん、また降りてから歩いて戻ってる時にバイクのすぐそばに金色の光るものが見えて、うん、なんかこれと思ってバーって取ったら、うん、指輪だったの。指輪、指輪、金色の指輪、金色の指輪で、あ、指輪だと思って、うん、もうちっちゃいサイズ、いかにも女性がつけてるぐらいのサイズ、俺の指には全然入らないぐらいの、うん、うん、で、なんか名前とか書いてあるかなと思ってパーって見たら、うん、24K って書いてあった。うん、24K、うん、数字の24に K ね、うん、24金の指輪だった。
24金純金のね。へえ、そりゃ輝きが違ったでしょう。はい、それをあのジュエルカフェに持って行って、あら1万7000円ぐらいになったかな。あんたやばくないそれやばくない、怖いんですけど、ちょっとこの人じゃあマジで、あの時はねギャンブル依存症真っ只中ですからね。今だってそうだ、すぐ金になると思ってね。今は今あのあれですよ、回復してますよ。過渡期、過渡期、はい、過渡期を迎えてますよ。でも怖い、怖い人、怖い。そうそうそう、そういうことがありましたね。あもうここにあるってことは売れってことだなと思って。夏だったら迷わず交番に届けるか、その辺偉いよね、みんなね。だからちょっとね、うん、もう大人になったからね、随分、うん、もう30も過ぎて40手前になりましたんで、はい、そういったなんていうのかな、ちょっと、まあ、現金もそうだし、うん、そういった大事そうなものは交番に届けようかなっていう余裕、心の余裕はできてるよ。心の余裕そう、当時はマジで心の余裕全くなかったから、もう自分のことだけ。そうなんだ、うん、だから周りが見えてなかったよね。もう自分さえ良ければいいという感がすごく強かったから、うん、ちょっと大変でしたけども、はい、皆さんも落とし物はねちゃんと、うん、交番に届ければ1割は戻ってくるそうなんで、現金に関してはね、うんうん、はい、ちゃんとなんていうのかな、その辺はなんか習得物横領罪みたいなのもあるからね、はい、ああ、そう、そうだね、うんうん、まあ、引き続きコメント待ってますので、はい、では、はい、落とし物、拾い物についてぜひメッセージいただければ。はい、はい、ではここからは楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はい、はい、本日紹介いたしますのは、テレビアニメ働く魔王様のエンディング曲、ナノライプで月花、どうぞお聴きください。はい、はあ、メッセージ？うん、メッセージ来てるよ。はい、メッセージ読む？うん、読んでいいよ。あれが始まっても読めばいいから。あ、そうだね。うんうん、ロアさん、仕事から帰ってきた時に気づきました。鍵だね。さっきの、あ、さっきの鍵の話。その当時の家は、うんうん、ハエバルだったので、はいはいはい、管轄の与那原警察署に電話して聞いてみたらなくて、うん、職場が那覇だったので、うん、那覇警察署に電話したら届けられてました。あら、よかったほっとするね。もうさ、鍵とかさ、もう下手したら全部特会、全特会だからね。そうだよ、ね、ドキドキやね。うん、で、沖縄大好きさん、はい、ノリトという言葉を知ったのはアニメ赤霊です。赤霊ね、そうそう、初めて生で声優の早見沙織さん見れました、うん、あら、いいな、めっちゃ可愛かった。早見沙織さん、あれよ、なんだっけ、マモ、違う違う違う、違った違ったよ、鬼滅の刃で、胡蝶忍。あ、もしもしか。そうそうそう、よし、胡蝶さんか、いいですね、うん、いいですね、うん、一時期ハマってモノマネしてましたよ。はい、やはり早見のラジオに初めて投稿したらメール読まれましたって。マジで、あの声で呼ばれたって超いいじゃん。投稿してみるもんだな。いいね、沖縄大好きさん最高やん、うん、よかったよかった。フラヤマーだな。テーターさん、はい、24K、うん、売れるパチンコに預金したか 24K。 そうそう、ジュエルカフェはしっかり溶かして金にしちゃってると思う。誰かの大切なものかもしれなかったね。いや、捨ててるよ、捨ててる、捨ててる、うん、お前あの男からもらったものなんているかっつって捨てたものが俺のバイクの横に落ちてた。ああ、なるほどね、はいはい、なるほど、そういう解釈、そういう解釈なんですね。はい、ああ、末恐ろしい埼玉の郷さん、おー、郷さん、郷さん、こんばんは。お薬飲む前に聞け、健太さん、なっちゃん、こんばんは、とのことです。はい、こんばんは。こんばんは。今日のトークテーマは落とし物、拾い物です。はい、今日の落としてちょっとゾッとした経験とか、あるいはうん、こんなもの拾ったけどどうしようみたいな、うん、うんうん、
ちなみに健太さんの職場ではマブイがいっぱい落ちてるそうです。どうなのかな夏がそれをほうきでいつも履いています。あ、そうかもな。なんかちょっと嫌な思いした人たちのマブイが最近転がってるな。転がってるから、うん、マブイをほうきで履いて一箇所に集めてます、はい、それをちょっとダイソンで俺が吸ってるっていう、ね、そう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 、はい、ダイソンただ一つの掃除機そんなあれ歌い文句あったっけ。ダイソン違ったっけただ一瞬の掃除機だった。やってないのわからんけど一瞬の掃除機って違った、うん、いやありがたいですね。皆さんありがとうございます、うんうんうん、ピーターさんなんか落としたものとかないんですか。拾ったものとかパチンコに預金したか本当よね。もう昔で言ったらさ、よく猫とかは拾ってたかな。猫拾ったうちもねえ。拾い、これを拾い物とするかはちょっと語弊は出てくるかもしれんけど、猫拾ってたよ、うん、猫はねよくちょっと捨てられてるというか野良猫が多かったからね昔ね。野良猫野良犬だからちょっとかわいそうって言ってお家で飼いたいっつって連れて帰ったりもしてたけどね。ね、そうね、うん、お父さんがって言ってね、はい、しつこいって言ってて、マイクあげますよ。はい、はい、はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、メンヘラジオエンディングでございますっていうところを間違えたね、夏美がねいや、いいですよ、たまには。いい、はい、久しぶりの収録でもありますしね。ありがとうございます、うん、落とし物、拾い物についてちょっと話してきて、健太さんもちょっと過去の懺悔をさせていただいたんですけれども、うん、懺悔、うん、はい、懺悔です。さっきロアさんはねちょっと CM 中というか楽曲紹介中にいただいたメッセージでは、はい、仕事から帰った時に鍵をなくしたことに気づきましたと、うん、はいはいはい、その当時の家はハエバルだったので、うんうん、管轄の与那原警察署に電話して聞いてみたらなくて、うん、職場が那覇だったので那覇警察署に電話したら届けられてましたって。ロアさんめっちゃなまってたけど喋り方まあいいよね。でも警察署にねちゃんとうん、まあ落とし物ありましたよって届けてくれた人がいたってことだよね。うん、よかったね、うん、優しさね、うん、よかったよかったよかったね。 あとじゃあ落とし物テーマね、うんうん、読むよ。埼玉の郷さん、はい、落とし物は僕のまぶいは常に読みたんあ、家の階段にピーマンの切れ端落ちていたことあるや、拾い物ゴミってピーマンの切れ端がてかそのまぶいは常に読みたいに落ちてるわけ。読谷に預けてるって言ったらいいかな。あ、きっとね、そういうこと、うん、落としてるというよりはね、なんか落としてるって言ったらなんかちょっと語弊がある気がするからさ落とし物って書いてあるからさ、うんうん、預けてる感じか。そうそうそう、預けてね、もうそこに、なんていうのかな、沖縄読谷への思いをね、うん、やっぱり強く抱いているっていうことだよね。ピーマンの切れ端は奥さんの実家でしたっけね。そうそうそう、うんうん、だったね、そうだったね、うんうん、あ、ペーターさん来てますよ。はい、ペーターさん。運年前に20万円落としました、うん、誰かのパチ代になったようでカード止めるの手間かかったって。あ、戻ってこなかったんだじゃん。 あらららら、悔しいね、苦しいね、20万ってまあね、まあ、いくら平和な日本でもねやっぱりうん、財布の中身を取っちゃう人は少なからず いるよね、うん、きっとね。それこそ本当に切羽詰まってる人が取って見つけてしまったっていう可能性もまあゼロじゃないしね、うん、でももう、うん、
拾ったものはできるだけ届けていきたいな。そうだね、いつか多分自分に帰ってくることだからね。健太さんも何か落として戻ってこなかったらちょっと、うん、あの時俺が拾った24Kの指輪を売ってなければ、うん、今回戻ってきたかもしれないのにってなるかもしれないしね。本当にね、かもしれないとかが多いですね、健太さん。はい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 、ロアさんから。はい、ロアさん。はい、王侯は内地の空港のトイレで財布を落としたことがあったから、うん、飛行機乗り遅れそうになったことがあります。うわ、それまた、それもそれで落としたというか忘れたというかっていうことですね。飛行機乗る直前にでしょ、要は沖縄に帰ってくる飛行機に搭乗前に財布ないってなったんだよ。で、乗り遅れそう。でも健太さんもあったよ、本当に。あ、まあいいや、あのメンヘラ城はここいらでお開き、はい、え今日も元気に病気中中村夏実と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。